教授坂本龍一にとってそれは一年がかりの大仕事だった。本番を翌日に控えた TBS B スタジオ、坂本の呼びかけに応じたトップアーティストたちがここにいた。古くからの友人もいれば初めて出会ったアーティストもいる。翌日の生放送でたった一度だけその歌を演奏し合唱するために、たった一つの祈り、地雷ゼロ。一生ぐらいで。2001年4月30日、その特別番組は放送された。この地球上からなくなってほしいものはたくさんあります。中で一つだけ選んでくれと言われたら、私は地雷を真っ先にあげます。テレビメディアと音楽が21世紀の初めに捧げる最初の祈りであり、戦いの狼煙だと私は思っております。菅野は貧しく厳しいこの国で大きな重荷を背負ったリアの将来を考えていた。不測の事態に備えて顔と胴体をプロテクトする。坂本龍一は地雷原の中にいた。うわー、ゼロ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 。地雷廃絶に向けた犬、ゼロランドマイン、その軌跡を追った。2000年秋、坂本龍一は世界のアーティストに向けて一通の手紙をしたためていた。この先一体何人の人が地雷で傷つくのでしょう。このことに心を砕き、未来の世代のためにもぜひ力を貸していただきたい。年明け、コンピューターを使ってのリズムの打ち込み。坂本には壮大な構想があった。地球規模の音楽の旅、地雷原のある国々を巡って音源を集め、一つの楽曲に編み上げる。ゼロランドマインはスタジオの中だけで生まれる作品ではなかった。物珍しい音楽、普段聞き慣れないそういうあのいろんな国の音楽をただ並べましたというだけではね、あの面白くないんで、そういう異なる文化の音楽がでも一緒になって、ある気持ちを、まあ戦争は嫌だという気持ちとかね、そういう残酷な兵器は嫌だという気持ちとか。リズムが完成し、坂本は次なる行動を起こす。7万キロを超える音楽の旅を前に、彼には通らなければならない試練があった。あとまずその質問状を予防接種。子供の頃から坂本はこれが苦手であった。
りだよね。誰かもんだなと思ってみたら、痛がんだね。本拠地ニューヨークへ戻り、旅の準備を整えた坂本はバレンタインの夜、静かに旅立った。バレンタインだというのに連れはこの男一人だが、フェルナンドは坂本にとって欠かせないレコーディングエンジニアだ。アフリカ南東部モザンビーク、坂本が最もこだわった場所。眼下に広がる大地の中に憎むべき地雷原が確実に存在する。緊張感を募らせ降り立ったモザンビークは呆れるほどにのどかで、そしてサウンドに満ちていた。えらこれ。ありがとうございます。なるほど。そうですね。まずは人気グループとのセッションを試みる。マリンバサウンドはこの国の伝統音楽。Have to ask him to play their own music to the tempo, which is continuously laid throughout the music, throughout this, you know, 15 length of music.ゼロランドマインのリズム。 It's close. やば、うん、どうし、ぽし、たん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 、どうし、こわっ。スタジオに不協和音が響く。根本的なビートが違う。難しいですね、やっぱりね。それでもちろんその本来のものを壊したくはないでしょ。だから無理やりこの機械的なドラムに合わそうと合わそうとすれば、その本来の自分たちのものがエネルギーが少なくなっちゃうっていうのを今日見たし。接点が見出せないままスタジオを出た坂本龍一。教授の苦悩、ノーアイディアだった。This is also good. Is the rap music very hot at this moment in Maputo? From Maputo, the rap, hip hop. Okay. This is considered the best. The best rapper. Yeah, but this is the best because he's, you know, he's. そいつなら知ってるよ。肩を落として店を出た坂本の耳に突然音楽が飛び込んできた。それは激しいビートだった。名もないストリートミュージシャンたち。坂本は引き込まれていった。地雷撤去本部が
仮設のスタジオになった。坂本は偶然出会ったあのストリートミュージシャンたちにセッションを持ちかけていた。アジア、コリア、カンボジア、インディア、インディア、今回の目的を彼らに伝えよう。いい音を決定ためにアンゴーラ、アンゴーラ、ボスニア、ボスニア、うんうん、例によって坂本のリズムをまず聞かせる。今一つノリが悪いというより全く反応しない。世界の坂本の目が点になった。恐る恐る演奏を始める。だが隔たりは大きい。しかし、ストリートミュージシャンたちは未完成なだけにフレキシブルだった。打ち合わせを重ね、坂本のリズムを飲み込んでいく。少しずつ歌い続け、踊り続ける中で二つのリズムが次第に融合していく。いや、会うところは結構もうね、何か所かあったけど来てるよね。これでぴったり会ったらかなりいいんじゃないの。いいんじゃねえの。いや、いいな。そして Here we go. Let's go. ハレルヤ、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 ハレルヤ。坂本にはもう一つの目的があった。地雷原で生きる子供たちの歌声を楽曲に組み込めないだろうか。
Atenção, meninos. Eu apresento aqui o senhor Sakamoto. Palmas para ele. Kagayaku hitomi. Karada ni kizamikomareta rizumu.地球をめぐる音楽の旅はまだ始まったばかり。ポルトガル、リスボンに一人のアーティストを訪ねる。バウデマール・バストス。内戦の続く母国アンゴラを離れ、リスボンに活動拠点を移していた。曲の中盤にバストスのソロパートを考えていた。おお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 おThank you. Your help. Yeah. おびただしい地雷に汚された祖国を思い、バストスは歌う。Olha aquela mamá, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa Angola está a morrer. Se tu queres, posso fazer novamente. Penso que.インドでは偉大な3人の音楽家が参加。アスタッド・スルタン・ハーンはインドの人間国宝的存在。もう一人は伝統楽器タブラの第一人者、タルビン・シン。ソウルでは韓国を代表する打楽器奏者キム・ドクスと会う。もう少し高く低くいろんな色が出るできるんですよ。バチによって変わっちゃうし。伝統楽器チャンゴ。キムドクスから一つの提案があった。加えたいサウンドがあるという。アリランなんですよ。アリランなんですよ。あ、これが入ればいいなと思ったんですよ。うん、そうでしょ。
でやっぱりこう悲しみっていう、うん、その心不にぎだから、まあ、地雷原で南北に分断された朝鮮半島日が暗いんだよ。さらにもう一つ、坂本を引きつけた楽器、アジャン。坂本が世界を旅している間に、日本ではある二人のアーティストに教授の音源が届けられていた。その一人、細野晴臣。もう一人は高橋幸宏。かつて YMO として世界を席巻した3人がゼロランドマインのために再び集結する。教授らしいって言えばらしい。一緒になんかコラボレーションするのはほとんど YMO 以来ですよね。うん。ニューヨークに戻った坂本は世界を巡って手に入れた貴重な音源を基本のリズムにコラージュしている。かくしてゼロランドマインは少しずつその輪郭を見せ始めていく。この頃、何やら教授の国際電話が増えていた。ベース以外に例えばこんな変な音入れたらとかね、いろいろもし思いつきがあればどんどん入れてもらえると嬉しいんです。もしそういう余力があれば。参加アーティストたちにデモ CD が届く。ギタリスト杉蔵もその一人。ビデオレターも届けられていた。まあ文化村で3日間ドカンと認知を取ってありますんで、まああとは現場でよろしくっていうことで、難しくないので、それよりも何よりも最初に言うべきだったけど、本当今回はこういう形で協力していただいて、本当にありがとうございます。初めて仕事をする人もいますけど、これを機会によろしくお願いしますって。坂本さんは簡単ですって言ってるけど、うん、僕らには難しいです。難しい。クオリティが高いんだもんだって。すげえ、転調が多い。何回転調してるんだろうこの曲って。坂本は楽曲のクライマックスとなる合唱部分の作曲に入った。
デビッド・シルビアンの歌詞に音符を重ねていく。根を下ろす木々と同じように私たちもこの土地を離れることはできない。暴力はもうたくさんだ。この地にもう一度平和を。3月12日、いよいよ東京でのレコーディングが始まる。文化村スタジオ、5日間に及ぶ東京レコーディングが始まる。久しぶりに教授と会う。さながら同窓会といった雰囲気の高橋由紀。おはようございます。気持ちが良いし、助かったな。これもあるし、ほらループの感じが、はい、あの感じってやっぱり出ないからね、生で。あれも活かしつつ、生も加えて欲しかったから、うん、だからあのルートをこっちに読んで、うん、多少いじってもらったり、うん、ピール足してもらったりしながら、その生をどう加えるかっていうのを考えてもらう、うんね。休校を温め合う間もなく、すぐさまレコーディング。聞こえる？一回撮ってみるからこっちで聞いてください。ちょっと撮ってみますね。現地に出動こう、出動しないと撮ってみます。その春臣の登場。おはようございます。妙な取り合わせだな。なんで妙なんだよ。よくこう二人だけで映ってんだよ。おかしいでしょ。3人並ぶとつく。久しぶりの揃い踏み、少しぎこちない。できたの？一応つるってやって、うん、ちょっとあのループにして直すとこだけど。ああ、早いの？早いでしょ。生でやっちゃったんですか？やっちゃったの？一応全部やってみよう。やってみて。だって教授、好きにやっていいよとか言うからちょっと頭からやってみよう。あ、本当。15分やらせるんだ、パンチン。18分か。パッコンパッコン言わせないから。パッコンパッコンじゃなくていい。例のいつもので。高三さんには気に全然みんな期待してないし。そうだと思った。教授が CD を取り出すと話は意外な方向に。珍しいパックだなこれ。この外袋は、嬉しいな、こう書かれてあると。でしょ。うん、すっきりする。どうしたらいいか分かんないの、いつも種類があるから。そう。あ、これは読めない、これ。ポリプロピレノン。人の老眼鏡、老眼鏡。老眼鏡なんだ。うん。どうか、ペットボトルとかあるのと一緒にしてみるかな。どういうこと？ペットボトルは別。また別。ペットボトルはペットボトルで、蓋を取って、本当は潰して。あと嫌なのが、このほらコーティングしてあるじゃない。だったりするじゃん、紙に。うん、あれも困っちゃうね。僕はわざわざ剥がしたりして。神経質。神経質なんです。あれは良くなったよね、ラップは。ほとんど塩化ビニール使ってないでしょ。だいぶ。ニューヨークどうなの？
分別はね、燃える燃えないじゃなくてね。昔は良かった。伝説の YMO は地球に優しいおじさんたちになっていた。左のあれはこっちに入れて、手前のこれはこっち。あ、そう。細かく切って。そう。その分はいいよね。うん。ここにもう一人おじさんが登場する。地雷ゼロ特別番組の進行役、筑紫哲也。先客いるよ。先客入れると。こんにちは。どうも。お久しぶりです。どうもどうも。人中高橋さん。こんにちは。どうも。こんにちは。どうも。あの、お本人の前で聞くのも変なんだけども、曲はどんな印象を持ってますか。いやもうね、うん、何も入れたくなかったくらいね。ああ聞いちゃいますよ。 できてたよね、うん、もう。ああでも後で聞いたらもっとできてたどんどんできてるね。なんかね、うん、あの時点でも結構いいかなと思ってたんだけど、うん、あの後ほらモザンビーク行ったり、うん、ですからソウルに行ったりね、うん、どんどん言うでしょ、いいものが良くなってくんだよね、うんうん、やっぱり生だからいいかな、うんうん、生はすごいね。すごいね、うんうんうん。レコーディング再開。細野のベースが全編を通してリズムを刻む。ボーカルレコーディングの先陣を切るチャラ。英語歌うの超久しぶりだ。今回は地雷絡みのっていうことなんですけど、日本人の人は意外とそういうことに興味を持つのがこう心の興味が遅いじゃないですか。だからね、なんかきっかけをもとにね、自然に残酷なとこはなんか分かる。2番手は大貫妙子。お肉たまさかにラインだったんですよ。ね、ここ、ここ、うん、難しいメロディーと。In the space between the trees。 そうそうそう、うん、Take away the violence, give the earth back its peace.In the space between the trees. Take away the violence. Give the earth back its peace. There's fire in the fire. In the space between the trees.
ロレ。今あそこやる、音のところ音声悪いもん。他のところはもうみんなの中に紛れて。大丈夫ですよ。なんとか して。いいでも本人が幸せでないと。いや大丈夫。はい。と思うよ。本人が幸せなの、私も幸せです。OK。ありがとう。5日間に17組のアーティストがレコーディングを行う。坂本に休む暇はない。次のアーティストが来たようだ。今度は少々ざわめいている。あとはみんな知ってる。みんなご挨拶したの？してない？こんにちは。こんにちは。久しぶりです。よろしくお願いします。じゃあちょっと声出ししましょうか。はい。東京少年少女合唱隊に楽譜が届いたのはレコーディング3日前。急遽行われた相模湖合宿。子供たちはまず英語の詩を自分たちなりに訳し、理解することに努めた。ここ地球は私たちの家であり、母なる大地である。暴力を取り払い、地球に平和を取り戻せ。この合唱隊の歌声がコーラスのベースとなる。その頃ロビーにはめったに見られないツーショットがあった。2回目が。思いつかないもんね。すごくいいよ。すごくいい。いいと思いますよ。いいと思いますか。終わり。終わり。ありがとうございます。待ち時間を惜しむように教授の意図をつかもうとする杉蔵。ここのアクセントを考えてくれって言われ任せると。ここでピアノと絡んでフレーズを押した。杉蔵と拓郎、ツインギターのレコーディング。じゃないやつを醸し出してるか。そう。勉強になるな。この E フラットの勉強が。なるほどですね。より新しい音。教授自ら別の弦をかませ、今までにない音を探す。
至福の時だったに違いない。途中で違う国に行きましたね。ちょっとやるうち何カ国かに結局もかかっちゃってフィルターを変えてそう、フィルターで入れてみたい。かくしてギターのレコーディングは深夜まで続いた。はい、あ、小説でいいですよ。何回ぐらい歌えそうですか。何回でも大丈夫です、はい、ひっくり返ったりしない。大丈夫です。はい、はっ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 。 This is my home, the land。 はい、高いので頑張った方がいいですよね。はい、頑張ります。はい。The trees are rooted in the ground. Meanings take away the virus. Give the spark it be. 今回この、曲でそのちょっとしたきっかけになってくれればいいなと。全世界でその聞いてくれた人々がこう聞いた瞬間に、あ、じゃあ僕もちょっと頑張って、協力できることがあればっていう、そういうきっかけが、できればいいなと思うんですけど。あ、どうも、三沢桜井です。お願いします。はじめまして。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。感謝してます。いえ、とんでもないです。もう、ね、緊張しております。いや、なんで。過密スケジュールを縫って続々と駆けつけるアーティストたち。こういうチャリティーっていうかベネフィットっていうか、そういうのはあんまりやめたことないんでしょ。そうですね、初めてかもしれないですね。僕も初めてです。そうです。まあ地雷は今真っ只中ですけど、そのどう考えてもいいことないもんね。まあ過去のその争いの地雷は禁止されてるわけだし、じゃあこれで行かせてください。ロビーで一人の女性が待っていた。ボスニアの歌姫ヤドランカ。来日中に母国で内戦が始まり帰国の機会を逸した。以来日本に住み活動を続けている。すごいな。コリア、カンボジア、インディア、ティベット、then ボスニア、then go to Angola and Mozambique, then finally in the Kuwait. So perfect circle. A halfway of the world. My sons are spangled. My sons are spangled. Dilber Simon.ボスニアに古くから伝わる悲しい恋の歌。
Ай будило є, ай будило є, младому мче сарайче. Well, I really like the kobushi. Yes. Can you do more? Like, Oh yes, why not? Why not? Okay. Kobushi ga. Kobushi ga. 続いてはチェロ。さっきマネさんがメロディー弾いてたでしょ、うん、あれがものすごく美しいんで予定になかったんですけど、さらしてくだされば、あのピアノとデュエットでませんか、予定外のデュエットは後にピアノチェロバージョンとしてCD に収録された。新しい音の追求、一流の技が楽曲に厚みと奥行きを加えていく。先になんか雰囲気でこっちに金婚観婚入れてからこっち隙間見つけてこう入れてったらなんかいい感じでできそうです。これちょっと一回撮ってもらえますか。昔は親に迷惑ばっかかけてたけど、なんか音楽やり続けてこう人に何かをしてあげたりとかできる立場になったんですごく嬉しいし、今回の内容がね結構グッとくるものがあるんで、すごく魂が入ればなとか思ってきました。はい、さらに
今までにない音を坂本は探し求める。5日間の東京レコーディングもいよいよ最終日。Like trees we're rooted in the ground beneath. Take away the violenceGive the earth back its peace. 最後の一人がやってきた。結構今柔らかく歌った方がいいんやろうね、きっとね。とか言って、いやしみなんか一回もこう、うわーって出して歌ってみてなくて、うん、多分聴きながらやったらまた随分浮かんでくるとは思うんですけど、薄暗くしたスタジオ、コンセントレーション。昔からの日本人とか全然関係なくて、もっと地球のみんなの持ってたなんかこう、なんていうかな、メロディーじゃなくてリズムというか、うん、そういうものを感じる。新幹線の中で最初に聞いたんですよ。でずっとこう移動しながら聞いてたんだけど、すごく景色が
よく見えました。ありがとうございました。この機会に、ね、よろしく。こちらこそ。では頑張ってくださいね、はい、東京での作業は終わった。海の向こうで再び大物たちが待っている。東京でのレコーディングを終え、ニューヨークに戻った坂本に一本の VTR が届く。それは坂本が待ち望んだ音源だった。神妙な顔してる、神妙な顔してますね。You see, my dream, and also many, I think millions of people who remain silent, I think may have, I think it's the same sort of wish, that is total disarmament on this planet. ゼロランド前のために寄せられたダライラマ14世のメッセージ。坂本はこれを楽曲に組み込むという。さらにもう一つ、I felt drawn to this human tragedy. That is why I wanted to play my part in working towards a worldwide ban on these weapons. I felt drawn to this human tragedy. That is why I wanted to play my part.ニューヨークレコーディングがいよいよ始まる。現在ニューヨークを拠点に活動するドリームスカムトゥルーがトップバッターとなった。アメリカのマネージャーのテレサです。アメリカのマネージャーのテレサです。あー、please fine。この辺は被害です。はい、行きます。サーゼイ、ヘア、ヘア、ヘア、はい、さん、こんにちは。こんにちは。あ、教授、やっと会えた。世界一ご苦労様でした。で、西川です。西川です。教授です。うわぁ、オールプロトゥース。3人のボルテージが高まっていく。Refrain. That's great. That's great. すごいすごいすごい。あれ、じゃあ失礼しました。また出直します。Your turn. Your turn. Ah, okay. ダメ、教授のピアノで練習だ。イエーイ。イエーイ。すげえ。マジで。コピーください。父ちゃんと母ちゃんに見せたらお喜びする。
本当に時代がこの歌のようにゼロ、一個もなくなる日が来るまで、ミュージシャンが全力でやっぱり引き継いでいかなければな、我々の命がある限りで終わるかどうかはもちろんわからないですよね。だけどミュージシャンが、次の世代のミュージシャン、次の世代のミュージシャンがやっぱり教授が始めた意思を継いでずっと続けていってほしいし、本当に僕はゼロに、時代がゼロになる日を信じてます。それが一番大切だと思いますね。なんか歌にもあったけど、この本当詩の中にもあったけど、 It knows no borders ってさ、 It serves no nation でしょ、うん、本当にあの人事じゃなく、本当にマスターも言ってた通り、ミュージシャンとしてできることっていうことへのなんか確認と、うん、あとは本当にもう人事じゃなくて本当に自分たちの問題だっていう認識、なんか認識を新たにするというか、うん、なんかそういう風にして、なんかやって本当にやらなければなと本当に思いました、うん、静けさの戻ったスタジオに彼女は一人で現れた。音響をチェックしているようだ。スタジオに独特のムードが漂った。シンディ・ローパSisters and brothers. You know, Luigi, some of it's corny and would be really terrible, but some of it might be good. So at the expense of, you know, sounding bad, I gotta try, you know.And then I was wondering about doing like a whisper track, like sing like a whisper to the kids, you know, and then I could double that while the kids is, you know. I'll do the solos now. You know what? Let's do the solos now, so at least we have. That's what I thought. Okay, let's do the solos. Yeah. Oh, so I might as well just go straight through.I didn't think that was bad. I thought that was kind of interesting because it was kind of straight ahead and it did a little dip and curve. It was too straight. Too straight? Yeah. Okay. So, all right. No problem. Go further. Okay. 率直な意見をぶつけ合い、繰り返しの中で裁量を見つけ出す。認め合ったものだけにできる創作活動。That's the right direction.Yeah. All right.
hopefully war will become an outdated concept. Steve Jansen, Takashi Yukihiro とツインドラムを組むこととなる。If two drummers do the swing, it's a little bit, maybe not so good. Yeah, a bit straight. Or another place. Dun, dun, dun.大物プロデューサーアート・リンゼーが一ギタリストとして参加してくれた。レコーディングも大詰めになってやってきた男。彼はかつてイギリスのロックバンドジャパンのボーカルだった。教授とは20年来の友人。教授はこのかけがえのないパートナーに作詞を依頼していた。How many tracks have we got going so far? More than 100. Wow. We will run out of channels and then we'll definitely. It sounded great. Demo sounded really great. Thank you. I was singing it down on the way down in the car, and I some places I'd like to go under, but it was just a call. The trees are rooted in the ground beneath. Take away the violence, give the earth back its peace. Well, it was a difficult notion to write a song about this particular subject matter, particularly for children to sing, within a period of 24 hours. I had very little time to think about it. I just intuitively responded to the request and tried to find the right words that spoke about the condition, the situation. Some, you know, directly but also indirectly, the emotional impact of what this means to us. 予定になかった二人だけのピアノボーカルバージョンも収録された。レコーディングが終わった。音楽の旅の終着点、坂本龍一の孤独な作業が始まる。
を優に超える音源。世界で音を集め、セッションを重ねた。一つ一つ別トラックに収められた旅の記憶。坂本の指がそれを一曲に編み上げていく。感性を研ぎ澄まし、耳と指先に神経を集中させる。ミキシングは丸2日間に及んだ。Do all the all these battles? Okay. これ全部か忘れてることない。できた、できたんだ。Well, we still don't have an approach. We don't have an approach. We're doing this one second.地雷廃絶への祈りを込めた。18分26秒の大作ゼロランドマインはこうして生まれた。坂本にはまだ大きなイベントが残っていた。特別番組地雷ゼロ。その生放送でたった一度のライブを行う。チャンネル数が多すぎるから、まあ、声減らせとか、ライン減らせとかっていうことがあれば、取り直しが効かない一発勝負の生演奏。入念な打ち合わせが重ねられた。細かいしちゃって。モニターに来てるかどうかわかんない。ちょっとなんか出してた相当頭上から見るかな。リズムに戻って3小節あって、ここでもう終わり。そこは終わり。あとでちょっとで、はい、ありがとうございます。ちょうどね、何回も聞いたけど覚えられなかった。
して。で、セカンドと同じパート見る。あの、塊の和音なんで。セカンドとビオラで次のハーフをやってくださいか。ちょっと塊に変えちゃうんですね。ワン、ツはい、本物の神様だよ。本物ですね。本物ですね。リハーサルは本番直前まで続いた。2時間半の特別番組ゼロランドマインのライブが番組のラストを飾る。ニューヨーク、韓国を衛星でつないでの18分26秒。緊張が高まる中、ついに最初で最後のライブが始まる。Thank you.
of disarmament on this planet. My reason is certainly now human conflict, human. So always remain there. But then it is the solution, the way to solve the conflict, to war, destructive way. That's, I think, out of date. We'll be right back.
本当に出させていただいて本当にもうなんかもう良かったです。もう本当にありがとうございました。まあ、この歌声が地雷のあるところに届くようにもうすごく大きな一歩になればいいですね。なんか、自分も力になれたらなと、すごく思いましたね。痛感しましたね。今日だけじゃなくて、本当にゼロになるまでずっと見ていきたいです。行動あってこその未来だと思うので、本当に参加できてよかったと思う。みんなで未来を作っていこうっていう気持ちです。まあ、意識は最初からあまり変わらないですけど、やったことだけではね、ただまあとにかくね、減ってくれればいいですよね。少しでも少しでも、できればたくさんたくさん音楽ってその一瞬一瞬に気をつけないとすぐ、ね、なんかすぐに忘れられていっちゃうんだけど、この曲ってこの坂本さんが歩いてきた道のりが全部詰まってるから、なんかその深さとか優しさとか大きさが今まで体験したことない感じでした。感動しましたよ。とても現実的な問題ということは関わりやすいですから、どなたでも僕に限らずね、とてもリアルな話なんでやってよかったと思います。1年ですからね、ちょうどね、結構ずっとやってましたからね、長いといえば長いですけど、でもありきたりですけど、これで終わってしまうのもなんか残念なような寂しいような気もしますけど、イエイイエイイエイ、ありがとう、皆様のおかげです。なんというか、まだニューヨークと韓国まだつながってるのかな。本当にみんなの力が結集してここまでできて、明日のデイリーチャートはどうかなみたいな、そういう冗談です。でもこれは売れれば売れるほど世界が少しでも平和になるんで、本当にいいことですね。また何かやりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとう。 Thank you very much。Give me your